西ドイツ国鉄111系電気機関車は、ドイツ連邦鉄道の電気機関車。営業最高速度は、時速 160km。現在はもっぱら地域輸送や都市近郊輸送に投入されているが、登場時には重負荷の長距離旅客輸送にも用いられた。ラインルール地域では、1980年代に S バーン機関車として使用され、通常とは異なる塗色を施されたほか、 戦闘窓に巻き上げ式の行き先案内表示器は増設されている。本形式は110系の後継機である。110系の生産終了後、さらなる高速機関車が必要となったことから、1970年にすでに定評のあった110系の部品を基礎として、後継機を開発することを決定した。注目すべき特徴として、新型台車の採用によって、 高速運転時の騒音、振動が改善されたこと、そして運転手の作業環境が改善されたことが挙げられる。後者については人間工学に基づいて設計されたドイツ鉄道、統一型運転台が開発され、その後も新しい機関車、制御客車、動力車に採用され続けている。111K001 号機はクラウスマッファイ製作所で製造された。 1984年まで、計227両が製造され、クラウス・マッファイ、ヘンシェル、クルップが、機械構造部門を、シーメンス、アイグ、ブラウン・ボベリが、電気部門を担当した。本形式は6機の製造ロットで分類される。すなわち001から0705機、071から110号機、111から146号機、147から178号機、 179から210号機、211から227号機で区分され、3番目、4番目のロットは S バーン容器である。なお、最後の製造ロット分は、ドイツ連邦鉄道が実際に必要としていたのではなく、メーカー各社の製造ライン維持のために製造された。本形式は、ドイツ連邦鉄道にとって最後に導入される、交流専用の電気機関車となり、 その後は、高直療養電気機関車へ移行するはずであったが、東西ドイツ統一後には、政治的な理由により、従来型の東ドイツ製243型が112.1型として導入されることとなった。ラインルール S バーンの新規開業にあたり、複数の便所を備え、より快適に、長距離運用に入ることのできる車両が求められた。また政治的な理由により、 上記の120型が完成するまでの間、各車両メーカーが最小限の労力で新車両を開発することとなった。そこで1979年、当初計画されていた420系の代わりに、111系機関車と X 客車を組み合わせた、プッシュプル列車を投入することが決定された。111号機から188号機までは当時、 S バーンで用いられたオレンジ色、開白色で、ポップカラーで塗装された。S バーン車両として必要になるので、前窓に行き先表示器が設置され、初めての試みとして、列車の引き通し線によって制御される、自分割り多重化方式プッシュプル列車制御装置が導入された。また機関使用に、車内放送装置と、扉開閉制御装置も設けられた。 S バーン用の111型を公式に113型電気機関車へ改版する動きもあったが結局前期が地域輸送列車へ投入されプッシュプル運転に対応できるよう改造されたことで区別の必要はなくなったことから改版は実行されなかった1979年利用客の増大を図るためインターシティで二等客車が導入された さらに IC の路線網は拡充されて、主要路線は毎時運行が確保された。この頃、純粋な高速向け103型機関車を時速140から160キロで走行させた場合、重量級の客車を比較的低速で牽引することになるので、高速向けにセッティングされている手伝動機に過負荷がかかって激しく摩耗するなどの問題がすでに明らかになっていた。 また103型は145両しかなく、当時の需要を満たすには少なすぎた。そこで、台車を再調整した上で、1980年5月から111、系の許容最高速度が、時速150キロから160キロに引き上げられ、その時から111型は、インター式列車にも投入されることとなった。111型はもっぱらミュンヘンから南方への、 インターシティ特急に投入され、オーバーバイエルンやオーストリアを結ぶ、長距離路線、例えば、カルベンデル特急を牽引した。また、インターレギオの導入時に、最高時速が160キロを超えない路線については、本機が使われた。第三次鉄道改革の後で111型は、DB レギオへ配属され、さらに地域輸送に集中することとなった。 1998年頃から長距離路線、特にインターレギオ列車での運行は急減し、ごくまに長距離列車に投入される程度となっている。S バーンの場合、1993年以降は、旧東ドイツ国鉄の143型による置き換えが始まり、1997年6月に本機は前期 S バーン運行から外れた。その後、 ニュルンベルク S バーンで2010年12月から2013年初頭までの期間442軽電車の運行に向けた整備が未了であったため、本機とプッシュプル方式の客車による列車がダイソー列車として運転された。貨物列車での運用は登場当初にわずかな事例があるのみである。1990年初期から大量に普及された2階建て客車は本機と共に運行され、 ドイツの幹線鉄道路線における現代的な地域、旅客輸送手段という印象を与えた。しかし最近では新しい146型や宝転用されてきた114型が本機を置き換えつつある。この傾向は従来の通常型客車牽引でも同様である。それでも111型は技術的な多様性や 高い最高速度といった特性が評価され、幅広い運行分野で活用され続けてきた。新型の146型は、当初、141系、110型や143、型といった在来機の増強用という位置づけで導入されたため、本形式の廃車は長らく検討されなかったが、2013年以降は、寿命に達すると判断された車両より順次、 車席抹消の上で、廃車、解体が開始された。なお、全廃時期は未定である。機関車の構造は、基本的に110型と似ているが、部分的に改善、または拡充されたところがある。機械構造では、車輪がレンジ系リンクで指示される、新型台車が特徴的で、台車と車体の間には、防振ゴムとコイルバネを組み合わせた、フレキシコイルバネが設けられた。 電気的では、110型や140型と同じ WB372 系手電動機及び変圧機が採用されている。111系の駆動方式には、当初103型と同じカルガン軸リンク式が計画されたが、これは 160km 以上の高速走行に最適化されているため、110型と同じ半釣りが形式となった。 屋根にはワンアーム型パンタグラフ SBS65 型が設置される予定だったが、1時社から3次社の一部に採用されたものの、すぐひし型パンタの DBS54 型に交換された。147号機以降はすべて SBS65 型が搭載され、5次社からは新型の SBS81 型が搭載されている。1980年の初め、4両に 新しいパンタグラフの WBL79 型を試験目的で搭載した記録が残っている。なお、SBS65 型は103型の交換用としても搭載されたため、初期に製造された111型には103型についていた DBS54R 型を転用した車両があり、現在でも交換されていない。変圧器は機械室の中間に位置しており、 機械室の部屋割は、変圧器の前後に、中央機械室通路がある形になっている。主電動機輪は、サイリスタ制御加速28段となっている。主電動機は加速用度は異なる。固有のブレーキ抵抗器の作用により、発電ブレーキが使えるようになっている。発電ブレーキ時に発生する熱は、屋根の送風機を経て放出される。 ブレーキ回路は110系のラストグループに設置されたホール素子を通じて同じように制御される。111型には電気ブレーキ以外に圧縮空気ブレーキ、補助ブレーキ、防水系非常用ブレーキ台車あたり1機が設置されている。常用制度の場合、機関士のブレーキ弁とブレーキ調整装置を通じて電気ブレーキのみが作用し、空気ブレーキは動作しない。非常制の場合は、 空気ブレーキも発電ブレーキも作動する。発電ブレーキが失効した場合は空気ブレーキがすぐに立ち上がるようになっている。現在では圧縮空気ブレーキにだけではなく電気ブレーキにも作動する電気的な空転、滑走防止装置が改良されて搭載されている。主電動機の制御回路及び主回路は110系のものとほとんど変わらなかったが新たに追加された。 過電流検出器は111系の運転を楽なものにした。機関車は過電流調整レバー、または牽引力調整装置を通じて選択的に制御される。牽引力の制御は指定された牽引力を機関紙の追加操作なしでほぼ一定に保ち続ける。過電流検出器は回路に挿入され、電動機電流、パンタグラフからの受電電流、主電動機端子電圧が 許容最大値を超えないようにする。自動式車輪空転、滑走防止装置は、その検出機からレールとの摩擦係数低下や、車輪空転傾向を検出した場合、自動的にノッチを落とし、または空転予防ブレーキ装置を作動させる。本機とのプッシュプル列車は、36本の制御線を、持つジャンパーケーブルを引き通すことによって制御される。当初 S バーン用として指定された。 111号機から188号機までには、一部は、工場出場時から、または、工場出場後に多重時間プッシュプル制御装置及び、不可的な多重周波数列車制御装置が設置された。1990年代中期に、いくつかの旧 s バーン用機関車に、多重時間充電運転制御装置が装着され、現在までにほぼすべての111型に搭載された。 多重時間及び多重周波数制御装置は改良されたものである。I60 型天型列車制御装置は本機の工場出場時に装着された。リレー論理回路をもとにした制御装置は速度を時間関係だけで検出するため本機が時速 140km 以上で走行する場合に機関助手を必要とした。人力を減らしつつ安全性を高めるために 点型列車制御装置は、コンピュータ技術の応用での i60R に改良、開発された。i60R は、機関車の運転方式を経路に従って認識し、信号、棒を進むにもっと早く反応できる。フランクフルト車両基地では、さらに新技術の列車制御装置が160キロ、走行する111型に設置された。すでに120型が登場していたが、 初期不良が続いていた。G. グレーツマン、X、バーゲンバイデア S バーンライン、ルールアウフデムラッカザック、イン、アイゼンバーンクーリエ、ナンバー、四百四十一二千九 s 十五 www.drehscheibe-foren.dehat, do s h y b e o ン l イン e einsatz d e r b r 1 1アウフデア s 一 ダイストロマブニマーバイデアバウレーヘ百111ありがとうございます。